長岡市における平成の大合併。当庁は北部に位置する。与田町は新潟県三島郡に所在していた町。長岡市への通勤率は40.5%。2006年1月1日、隣接する長岡市に編入された。市街地には岩木が連なり、国道、県道、町道や公共施設の敷地内に至るまで小説パイプが整備されている。 長岡ケーブルテレビがあった。江戸時代は、鎧田神屋が存在する、城下町、川港町として、明治時代以降も三島郡の中心地として栄え、市街地の街並みの様子から、鴨市島とともに、越後の小京都と呼ばれている。鍵型の連続する国道403号新潟県の、ほぼ中部に位置し、軍役所や警察署が置かれたことから、三島郡の中心地であった。 西部の三島丘陵と東部の信濃川左岸に挟まれる形で、その中央部に市街地が発達し、城下町特有の鍵型の道路が南北を縦断している。江戸時代においては、よい藩を参照。絵はがき、明治四十三年に一月よい橋竣工記念。かつては、私鉄路線である越後交通長岡線が存在したが、九百七十五年三月三十一日を、 もって、廃線となっている。なお、長岡線開業以前には、越後線の小島谷駅が、与田駅と称していたが、これは、与田町ではなく隣の和島村に所在した。最新のバス路線図路線バス旧式の運賃表示機、越後交通が運行。主に中心部の与田中町と長岡駅とを結び、与田中町長岡駅間の運行本数は2から3本程度、時間。 なお、注意しなければならないのは、長岡駅、大手口良板中町でもバスによって経由するルートが複数あり、それぞれ所要時間、通る道が違う。一番早く良いへ行くバスは、大手口12番線から発車する利崎経由、良板駅で所要時間は30分程度。この利崎経由のバスが長岡から良板へ行く一般的、早く着く路線である。バス内に設けられている。 運賃表示器は2003年まで、紙で書かれた、停留所ごとの運賃表が、運賃区会ごとに、パタンと落ちて表示される、旧式のものを使用していた。現在は、電光掲示式。なお、リサ経由と、巻下、成沢経由は、途中の花井で十字交差。また巻下、成沢経由は南中で、川根川経由とも十字交差し、よいた町、巻原、倉谷付近から関原、 脇屋長経由と同じルートをたどっていく。長岡駅も、牧原、倉谷付近まで同じルートをたどる品の川に架か,かる酔いた橋、屋内スポーツ施設屋外スポーツ施設行政観光。ありがとうございます。